ジャンベガンは17世紀初めのフランスの科学者である。17世紀のフランスで最も有名な科学の教科書、科学入門の著者である。タイリシニアム・カイマカムの1650年の番1615年のタイリシニアム・カイマカムの反応式17世紀頃の科学は医学、薬学の一分野であったとも言える。長くヨーロッパの医療の基本であった。 ガレノスの医学は主に薬草を使うものであったが、16世紀のの医師、パラケルススが、錬金術の研究から、これまでの医学に科学を導入し、金属の化合物などを医薬品に採用し、パラケルスス主義と呼ばれる流れが作られ、宗教改革後の宗教対立を背景に、医学界にも対立と論争を引き起こしていた。フランスでもアンリ4世は、プロテスタントの王として、 パラケルス主義者を交流した、ロレーヌ公国のロレーヌで生まれた。パリに移り、薬局を開き、国王アンリ・ヨンセイの保護を受けるようになり、鉱物の研究のために、ドイツやハンガリーへ旅し、バンスカー・シュチャブニツァの金鉱山、銀鉱山を訪れた。1604年にアンリ・ヨンセイの主治医、ジャンリ・ビア・テオドールとマイエルヌらの協力を受けて、薬剤師や治療薬の調合を行う医師のための、 学校を開き、生成、調合の実演と講義を行った。これはパリで公的に行われた最初の科学の講義であるとされる。講義についての海賊版の出版を防ぐために1610年に短い講義の概要を科学入門として出版した。実用的な内容であったため、最初はラテン語版で70ページほどに過ぎなかったテキストはフランス語の版となり、 1610年と1690年の間にベガニア、別の学者によって内容が追加され、41もの改訂版が出版され、17世紀のフランスで最もポピュラーな科学の教科書となった。さらに、デビソンやデ・クラーベなどの多くの学者の著作が現れるきっかけとなり、アンドリュー・プラマー、ウィリアム・カレン、ジョゼフ・ブラックらの初期の科学者に影響を与えた。 科学入門には、酢酸鉛を熱分解して、アセトンを作る方法などが記述されている。また、初期の反応式の記述が見られた。ありがとうございます。